何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああだな。こりゃ降るわ。すみません、どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって、いくら長距離っつってもあんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてえなんてやつ初めてかもしらん。なんや兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。全国に残存する国道を一斉解散する第二次大解散、今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして冴島大我、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大吾たちに？ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東上会と近江の大解散後、彼ら大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが1年も経った頃会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちが消息不明になっています。あいにくだが俺は奴らがどこにいるか。連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日町を離れる。知り合いな。ほんの人も余計物好きやの。言っちゃなんやけど人が住むとこじゃねえよあっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の
まあ、あと 2,3 時間もすりゃつくけ。お、降ってきてた。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただなるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ、入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたのう、桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。ああ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。